みなさんこんにちは、元村セリナです。今日はつるみちゃんと一緒にアニエスで渋谷店に遊びに来ました。このお店は2019年にオープンしたそう。一番上の3階にはギャラリーやカフェもあるんだって。実は今日ここに来る前にすがら .jp の企画でつぐみちゃんと一緒にアニエス・ベイさんの2021年春夏コレクションの撮影をしてきました。今シーズンのパリコレクションで発表したテーマがクロアジエール・スーラセーヌ、セーヌ川に揺られてだったらしいよ。歴史ある建築やアートの面影を感じるスポットが日常の風景に溶け込んでいるのもパリならではの魅力。そんなパリの街並みを背景にアニエス・ベイが戦場で撮り下ろしたムービーを発表したんだって。では今日はアニエス・ベイさんの最新コレクションでモノトーンやアートをまとうというキーワードをもとにパリジェンヌ風のスタイルにトライしてみよう。やってみよう。私がつぐみちゃんに選んだ服はこれ。アニエス・ベイが撮影した写真の転写プリントのセットアップ。転写プリントのアイテムは毎シーズンのコレクションに必ず登場するキーアイテムなんだって。大きなスカーフをまとってるみたいな軽い着心地で後ろのデザインが特に好きです。私がもとちゃんに選んだのはこれ。これはここにも展示されてるラファエル・グレイさんの作品を転写した生地を使ったオリジナルプリントのワンピースなんだって。このワンピース撮影でも着て、このグラフィックが可愛いなと思って気になってたんだよね。可愛い、似合ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。私がつぐみちゃんに選んだのはこちらです。黒のグラフィックがインパクトがあって素敵だね。うん、ステッチがすごい可愛いね。可愛いね。よく見るとアニエス・ベイは昔からパトロンのようにアーティストをサポートし続けていて、世の中にアーティストの作品を広めするために自分の服にアーティストの作品を載せて発表しているんだって。パートも大きくて広がって素敵だね。私がもとちゃんに選んだのは格子柄のチュニック。手書きのような格子柄は彫刻家ルイーズ・ブルジョーさんにインスピレーションを受けたそうだよ。彼女は巨大な雲のオブジェで知られる彫刻家で、東京にも六本木ヒルズにある作品が有名。生地も柔らかくてすごい気持ちいい、ね。夏に良さそうだね。うん、今日はニュースベイの服たくさん着れて楽しかったね。お買い物の気分で楽しかったね。ね、欲しいものたくさんあった、うんうん。皆さんもぜひ自分なりのフレンチチックのスタイルを探して春のファッションを楽しんでみてくださいね。ありがとうございました。元浦とつぐみでした。